吉田さん、山本太郎さんが人気な理由、まさにそうだと思います。やっぱアンチの方がいるから、その存在によって山本太郎さんの人気が強化されるんだろうなと思いますよね。そのアンチの方への扱い方がすごく上手っていうのかな。それからアンチじゃなくても質問に対して答える、これがですね、ものすごく人の共感を呼んだり、それから気づきを得たりとかするんでしょうね。私はこれをですね、ある日突然彼女に見える理論と呼んでるんですよ。これどういうことかっていうと、中学とかね、高校の時に、まあ同級生で仲良くしてる女の子がいるとするんですよ。で、ふとした瞬間に、例えばね、その女の子がメガネをかけてるんですけども、ふっとメガネ取った時に、ドキッとしてね、友達の男の子が、あれ、なんか今まで、なんか普通の友達だと思ってたけども、なんかこの胸の高鳴りがどうしたんだろうみたいな、意外の一面を見た時に、そういう風に気持ちがね、ぐっと持ってかれるみたいなことがあると思うんですよ。あとは、普段ね、ぐれている、ちょっとね突っ張ってるやつが、もう生徒会長、女の子のね生徒会長に迷惑ばっかりかけるんですよ。で、おい木村、また遅刻して早弁してって生徒会長が怒るわけですね、女の子の。で、うっせえなこの野郎とか言ってね怒ってるんですけども、ある時雨の日にその生徒会長女の子が傘を差してね、雨の中下校しようとしていたら、校舎の裏でなんか犬の鳴き声がクンクンって聞こえるんですよ。で、なんだろうと思って行ってみたら、そのグレたね、突っ張りの男の子が、よしよし、お前も一人ぼっちなのか、ほら、パン食えよとか言ってね、パン食わしてあげて、俺も一人だよ、仲良くしようなって言ってるのを影から見て、あ、なんか、あいつ、実は本音はいいやつかもしんないって感じでドキッとしていって、ちょっとね、恋心が芽生えるみたいなね。うん。ちなみに、そうやって覗いた時って大抵あれでしょ？パキッとなんか小枝とかを踏んで折っちゃって、で、あ、しまったみたいな感じでね、で、その男の子が、うん、誰だ誰かいいのかって言ったら、にゃーとか言ってからねお約束だと思いますけどもね。まあでもそういうふうに、この人の意外な一面を見たりとき、はっと気づかされたりとか、その意外な面とかね、それから自分の気持ちがこうグッと持ってかれるようなね、まあそういったことが起きたときって、なんかね、それまで意識してなかったような人にものすごく意識を持っていかれたりとか、逆にものすごく嫌いだったんだけども、なんか反転してものすごく好きになったと、なんか見直したぜみたいな言葉もありますしね。そういうことなのかなと思いますよね。まさに山本太郎さんがどん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 人気を広げていくのって、そんなはずねえだろうみたいなところでよく聞いてみたら、あ、確かにそうだみたいなね。消費税のこともそうだと思いますけども、山本太郎さんが消費税廃止って言った時に、また変なこと言って悪目立ちしようと思ってるよって私も思いましたよ。で、消費税廃止するって財源他にどこにあるんだよって言ったら、そもそも消費税ってのが別に回収する必要のないような税金だったっていうね。で、法人税がどん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 減免されていくっていうのも、あ、確かになって数字で見たら明らか。しかもその数字っていうのは政府から出ている広報の数字ですからね。あ、なるほど、答えってこんな足元にあったんだみたいなね。で、山本太郎さんの説明によってその整合性が取れていって、それを国会の質問で確認すると、まさにそうだってことがどん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 明らかになっていって、うわ、こんなこと山本太郎さんなんであの時期にもう思いついてたのかなとかね。で、マイナンバーカードのことも、最初はこれね、山本太郎さんが予言してたのは、最初は任意だけどどうせこれ強制になるんでしょ、それでいろんなデータを全部一括管理して、それによって国民をこう誘導しようとするんでしょっていうのを言ってて、で、実際に国会ではそんなことないよみたいな感じでね、また山本太郎さんが突飛な陰謀論とかで目立とうとしてるっていう当時の2015年の論調だったんですけど、今まさにその通りになりましたからね。マイナンバーカードは任意だったのに誰もやらない、で、2万円あげるよって言っても増えない、だからもう強制になっちゃったとね。免許証と保険証を合体させて、もうこれマイナンバーカードを作らないと日本国民として生きていけないような縛りを作ってしまったというね、まさに人間管理、人類帝国の出来上がりということじゃないかなと思います。恐ろしい未来です。よく山本太郎さんそれを予言した。そして予言したんだけども、せっかく予言してくれたのに、我々国民は気づかなかったんですよ。今になって、やっぱりってことになったんですけども、それは本当に初期の頃から山本太郎さんに、気がついていた人だけなのかなと。私はちょっとね、気がつくのが遅れた組ですね。いってらっしゃい。